こんにちはマッピーホットのエリナです今日はホットショップで水の波紋の作り方をシェアしていこうと思います商品などの広告などでよく見る水の波紋ですが今回はそちらを作っていきます商品広告などで潤いだったりあとは水っぽい感じのデザインをしたいという時はぜひ参考にしてやってみてください でこのチャンネルでは主にフォトショップやライトルームについて基本から学べる動画をアップしていますフォトショップを基礎から学べる本の独学フォトショップも出しているのでぜひそちらもチェックしてみてくださいではフォトショップでやっていこうと思いますでは1つ目の雲模様を作るをやっていきますではまず雲模様をフィルターを使って簡単に作っていくのですがその時にツールバーの下にある描画色と 背景色が反映してきますでちなみに描画色と背景色についてはこちらの動画でアップしているので詳しく知りたいという人は是非そちらをチェックしてみてください。なのでもしこの描画色などの色がこんな感じで白と黒でない場合は D を押せば白と黒に完全にリセットされるので、まあ、白と黒になっていない場合はキーボードの D を押してリセットしてみてください。 では描画色と背景色を白と黒にすることができたので雲模様を作るために上のフィルターから描画そしてその中にある雲模様1をクリックしますそうするとこのように白と黒の雲模様を作ることができましたでは2つ目のぼかし放射状をかけるをやっていきます ではここからこの雲模様を水の波紋のような円が何個も広がっていくようにするためにぼかし放射状をかけていくのですが後からぼかし放射状の影も変えるかもしれないという時はこの背景のレイヤーをスマートオブジェクトにしていきますでスマートオブジェクトについてはこちらの動画でアップしているので詳しく知りたいという人はぜひそちらをチェックしてみてくださいではこちらの背景のレイヤーをクリックして右クリックします そしてその中にあるスマートオブジェクトに変換をクリックします。そうするとこの雲模様の右下にスマートオブジェクトのマークが入るのでこれで準備 OK です。ではこちらのレイヤーにぼかし放射状をかけるためにレイヤーをクリックして上のフィルターからぼかしそしてその中にあるぼかし放射状をクリックします。 そうすると、ぼかし放射状で、まず回転するようにするか、ズームするようにするかというのを選ぶことができるのですが、今回は水っぽい回転を作っていきたいので、方法の上の回転をクリックします。そして画質も選べるのですが、今回は標準にしていきます。そして上の量でどれぐらい強くぼかし放射状のフィルターをかけるか調整することができます。 まあここは実際見ることができないので、まあ、どんな感じで仕上がるのかというのが見えないので、そういう時は一旦この量のスライダーを動かして OK をクリックします。そうするとこのように見ることができます。でこちらのレイヤーは先ほどスマートオブジェクトにしているので、まあ、やり直すこともできるので、もし回転が少し足りなそうという時は、レイヤーの下にあるぼかし放射状をダブルクリックします。 そうすると先ほどと同じ画面に映るのでもう少し上げたり下げたりして調整していきます。今回は量は50にして OK をクリックします。そうするとこんな感じになりました。では3つ目のフィルターギャラリーをかけるをやっていきます。では次にこの回転した雲模様を立体的にして水の波紋に見えるようにするためにフィルターギャラリーをかけていきます。ではこちらのレイヤーをクリックして 上のフフィィルルタターーーからフィルターギャラリリをクリックッしますそして少しズームアウトしたいので左下のマイナスのマークをクリックしてズームアウトして全体が見えるようにします。で今回使っていくのがこのスケッチのホルダーの中にあるのでスケッチをクリックします。そして開いたらその中にあるクロムというのを使っていきたいのでこちらをクリックします。そうするとこんな感じになりました。 で右側で細かい設定をすることができて上のディテールはまあ上げれば上げるほどディテールが見えるようになるのですが今回は水なので、まあ、そこまでディテールはいらないと思うので4ぐらいにしますそして滑らかさは、まあ、水の優しい感じを表現していきたいのでマックスの10にしていこうと思いますそしてこれで OK かなと思ったら OK をクリックしますそうするとこのように先ほどはスピンしているだけの 雲の模様だったのですがちょっと水っぽい滑らかな感じに見えてきましたでは一旦ビフォーアフターを見ていこうと思いますこちらがビフォーでこちらがアフターですでは4つ目のグラデーションオーバーレイで色をつけて描画モードを回路をやっていきますではこのように水の模様を作ることができたのでここからはレイヤースタイルのグラデーションオーバーレイを使って色をつけていきます でレイヤースタイル全種類についてはこちらの動画でアップしているのでそれぞれの特徴を知りたいという人はぜひそちらをチェックしてみてくださいではこちらのレイヤーの右側をダブルクリックしますそうするとレイヤースタイルを開くことができるのでその中にあるグラデーションオーバーレイをクリックしますそしてまず水っぽい色にしていきたいのでグラデーションの下マークをクリックしますそしてその中にあるブルーのホルダーを開いていきたいのでこちらを開きます そしてここからまずどんなグラデーションにしたいか選びます。では今回はこちらのブルーにしたいのでこちらをクリックします。そしてこのままだとせっかく作った水の波紋の模様が見えないのでこのグラデーションの描画モードをオーバーレイに変えていきます。で描画モードのオーバーレイについてはこちらの動画でアップしているので詳しく知りたいという人はぜひそちらをチェックしてみてください。ではこちらの下マークをクリックして描画モードのオーバーレイをクリックします。 そうすると先ほど作った水の波紋にこちらのオーバーレイの色が加わったのがわかると思います。で、もしここでやっぱり色を少し変えたいというときはグラデーションの上をクリックします。そうするとこちらにグラデーションが表示されるので、まあ、この濃い色を少し変えたいというときはこの濃い色のボックスをダブルクリックしてそして色をこんな感じで変えていきます。そしてこれぐらいで OK かなと思ったら OK をクリックします。 そうするとこのようにグラデーションの色も変えることができます。ではこんな感じにしたいので OK をクリックします。そしてあとは角度なんかも変えることができるのでこんな感じで角度を変えて好きなグラデーションにしてみてください。では OK かなと思ったらレイヤースタイルの OK をクリックします。そうするとこのように水の波紋に水色と青のグラデーションをかけることができました。ではグラデーションオーバーレイありとなしを見ていこうと思います。こちらがグラデーションオーバーレイなし。 そしてこちらがグラデーションオーバーレイありです。色をつけて綺麗な水の反紋を作ることができました。 はい今回はフォトショップで水の波紋の作り方についてシェアしてきましたまあ広告などでよく見る水の波紋ですがまあそのような水っぽいデザインをしたいという時はぜひ参考にしてやってみてくださいで今回は水の波紋の作り方をやってきましたが他にもフォトショップでプルプル文字など一緒に使うこともできると思うので作り方を知りたいという人はぜひこちらの動画でチェックしてみてください オトショップで水の波紋の作り方わかったよという人はいいねとチャンネル登録をお願いします見ていただきありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうぼかし放射所